はい、今日もですね、行政書士試験対策始めていきます。今日はですね、民法なんですが、民法の相続と登記というテーマでお話をしていきます。ここもですね、今まで契約解除とか契約取り消し、それと第三者と登記に関するパターン問題を説明していきましたけど、今回はですね、その流れで相続と登記についてのパターンですね、ご説明をしていきます。試験対策上必要、非常に重要なポイントとなっていますので、ぜひチェックしていただければと思います。このチャンネルは私が行政書士試験に合格した経験に基づいて勉強方法などお伝えをしていますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、早速始めていきます。まずですね、こちらまずですね、ケースをお話ししますが、まず A さんがですねいて、 A はですね、この土地を持っていました。で、この A から相続を受けた B と C ですね、 B と C がいるんですけど、それぞれですね、この土地の2分の1ずつを、相続をしましたということになります。ですが、ここでですね、この C がこの土地の全部ですね、土地のすべてをこの D に対してですね、土地のすべてを売却をしました。ここでポイントがですね、この土地のすべてということですので、C はですね、相続分はこの土地の2分の1しかないにもかかわらず、この B の相続分の2分の1も含めてですね、すべてを D に対して売却をしましたというところがですね、一つポイントなんですが、この時にですね、これですね、B ですね、この B は相続分としてこの土地の2分の1を相続しているわけですので、この自分の持ち分ですね、B は自分の持ち分、これをですね、この D に対して返還請求できるかというところがですね、このポイントとなります。B がですね、自分の持ち分、これをですね、この譲り受けた D に対して返還請求できるかどうか。ここがですね、ポイントとなります。で、こちらですね、記載の方、答えをですね、記載していますが、B はですね、結論から言うと、登記がなくても、自己の持ち分をこの D に主張して返還を請求できます。というのもですね、この B の持ち分については、この C はですね、無権利なわけなんですね。当然 C もこの土地の2分の1しか持ち分がないわけですから、この C は B の持ち分については当然無権利である。ですので、その無権利者 C からですね、その土地を買い受けた D もこの B の持ち分についてはやはりですね、 C と同じく無権利ということになります。 C も D もですね、この B の持ち分については無権利ということになるので、この B はですね、登記がなくても自分の持ち分というのはこの D に対して主張できますと、返還請求できますよということになります。で、ここの内容もですね、899条の2第1項にもですね、記載しておりますので、そちらの条文もですね、ぜひチェックしていただければと思います。ということで、今回はですね、この相続と登記ということでご説明をさせていただきました。この相続と登記のところもですね、試験ですね、非常に問われやすい部分でもありますので、ぜひチェック、対策していただければと思います。それでは本日はですね、以上とさせていただきます。今後もですね、行政書試験に必要な勉強方法をお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。